毎年冬の北、大西洋振動指数の推移、なおの変動と気圧配置。上が、静止数、下が、不指数。また白が低気圧、濃い青が高気圧を表す。北、大西洋振動とは、北、大西洋のアイスランド低気圧とアゾレス高気圧の間で気圧が伴って変動する現象である。気圧自体は、元より、 低気圧は高気圧の位置もやや変化する。これらの変化は北、大西洋周辺地域の偏西風をはじめとした風や低気圧の振動に大きく影響を与える。北極振動との相関性が深く、なおは英王の一部だとする見方もある。なおはギルバート・ウォーカーによって1920年代に発見された。太平洋赤道部のエルニーニョ。 南方振動と同じテレコネクションの一種で、大気と海洋の相互作用により発生する。アイスランド低気圧とは、長期的に気圧の分布を見た時に常に低圧となっている部分が、アイスランド付近を中心に東西に分布していることに由来しており、この低圧部分をこう呼んでいる。アゾレス高気圧も同じで、アゾレス諸島付近が中心なのでこう呼んでいる。大西洋上を吹く。 偏西風などの西風はヨーロッパに湿った空気を運んでいる。偏西風が強い年は冷夏になりやすく、冬は天候が穏やかで雨の日が多い傾向にある。特に中央や大西洋に面した欧州では冷夏と温和多湿な冬になるとされている。偏西風が弱い年は熱波や寒波が長期化しやすく気温の上下が極端で雨が少ない傾向にある。 特に中央では厳冬になり、低気圧の震度が軟化して、地中海沿岸の南欧や北アフリカでは、高天や雨が多くなる。偏西風を左右する気圧や、気圧配置の変化は、北、大西洋振動指数として数値化されている。この指数は、アイスランド低気圧とアゾレス高気圧の間の、気圧差を表すものである。平年値を基準にしており、指数が、の場合は、 気圧差が大きく、負の場合は気圧差が小さい。冬から初春にあたる11から4月の間は特に、なおと天候との関係が他の時期よりも強くなり影響力が増す。西欧ほどではないが、なおは北アメリカ東部でも天候に影響力を持っている。冬に指数が正となった場合、アイスランド低気圧に向かって吹き込む西風やハエが、 北米大陸の東半分に影響を及ぼすため、北極からの寒気団の南化が抑えられる。これに塩素その影響が加わった場合、アメリカやカナダ南部では、非常に暖かい冬になることがある。1970年代後半以降、なお指数は正を示すことが多くなった。これにより大西洋北西部では、海水温が低下し、低温に適したラブラドル海産ズワイガニの漁獲量が、 増えている。一方で寒冷化により、同海域は、タラの生息に適した水温を下回り、直し数が大きくまさに触れた1990年代前半には、タラ量が大打撃を受けた。北海では、指数が正となると海水温が上昇する傾向にあり、同様にタラの生息に適した水温を上回って、生息数が減っている。アメリカ東部では、直し数が正になると、 降水量が増える。これにより、海の氷層水の温度が上がるとともに、塩分濃度が低下するため、有勝が抑えられて、栄養分が減少する。メイン湾や、ジョージバンクでは、タラの漁獲量が減少している。また、直し数の変動とセントキルダ群島の相意島に生息する、相意羊の生息数には、強い相関性があるという研究結果もある。ありがとうございます。